1280枚でロケットモードのボーナス分消化し終わりました。エメゾンゲーム、おでも113ゲーム乗った。最後はベルで終わりました。エンド青ですね。残念。まあまあまあでも、ああ、さあ248回の822枚くる。嘘でしょ、マジでやばい。4円パチンコ324台、1円パチンコ108台、合計432台、20円スロット244台、5円スロット56台、合計300台、総台数732台設置しております。ここで緑ドンの時点は終了したいと思います。お疲れ様でした。それではバジリスク、こちら絆じゃない方ですね、前の方のバジリスクに移動してきました。やっぱり鶴ヶ島店さんバジリスク朝から大人気だったのでずっと打ちたかったんですよ。でやっと今明け台見つけたので打ってみることにします。今ちょうどトキトゲからスタートなのでちょっとチャンスです。あ、巻き物。赤文字でどう、赤文字出ましたよ。いかに打ち入りましょうって。後期ダメだ、ダメだ、ダメ角。違う。待って。違う。違う。あー、ダメだね。赤文字出たのにな。はい、ダメ。残念でした。いいよ、連続してる、連続してる。ダメそう。もうダメだ。台だけ探しに行きます。空いてるかな。ラストはジャグラーガールズで締めたいと思います。3ペカぐらいねしてくれたらいいな。おー来た、やった。さっきねジャグラー相性いいのよ。決まった、やったぜ。バジリスクでちょっと、バジリスクでちょっといいとこ見せられなかったからこっちで頑張りますよ。よーし、ジャグラー目指してあと1回ぐらいね、クレジットの中で光らすのが目標。でそろそろ最後のゲームで的に当てるイメージトレーニングをしておきます。
私言っときますけど、球技全般めっちゃ苦手なんで。言っときますけど、多分一番下手ですから、本当に。ここでせっかく3点取ったのに、店員さんチームに負けたら倍もらえないんですよね。3点のままなんですよね。だからせっかくのチャンスなのに、悪いですけど私一番苦手なんで、脳内でトレーニングしてこういう感じだってちょっと考えておきます。今蹴ればいい。じゃあそれがねできたら苦手なんて言いませんよ。なんかね蹴るだけなのにすごい下手なんですよね。手はなし、手はダメ、足だけ。はい、ということでここで実戦終了です。本日ミドリードンビバー2で出た分の出玉まだまだたくさんあるので、こちらを計量していきたいと思います。お疲れ様でした。計量です。流しに行く。計量じゃない、量じゃ重さになっちゃう。流しに行きます。マジか、ここでか、マジか、やばい、やばい。やばい。ちょっと手震えるんだけど。よっしゃ、イエーイ、ありがとうございます。何枚乗せられるかな。おお、200枚、やばくない？520枚。はい。平均ぐらい。でもさ、一回もカットイン来なかった割には頑張ったでしょ？うわー。倍かよ。もう1回ぐらい引いておきたかったな。そして変わらず5枚。あ、でもここでエクストラ引いたらいいんだよね。お、デカプッシュ第1回。うわー、まあ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 、あら、チャンス。やべえ、まあ、そうか。はい、ということで、まだですね、続いてはいるんですが、お時間の都合上、ここで、試合終了となりました。お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ、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 イエ
いゴール決めました今日は。ということで収支の方発表したいと思います、はい、いいですか私から。はい、本日なんと投資250枚、はい、回収1907枚プラス1657枚ゴールやったぜイエーイ。どうですか私本日投資が600枚、うん、回収が1831枚でプラス1231枚。イエーイ、イエーイ。あすごい負けた負けた負けた。しかもですねまだ続いております。すごいね、はい、大勝ちだ今日。お時間の時刻、お時間の都合上ちょっと取り切れず、取り切れずで売買チャンスあるんですね。売買チャンスがあるからそういうことですね。それ今日気づいてました。ユイマールのジーパンなのは今日このために入ってきてるんですから。私めったにジーパン履かないんですけど今日はそうだよね、そのためにジーパン履いて頑張って期待してるから任せてください。頼むよ。私下手くそだからさ。いやいやいや、そんなこと頼むから。そんなこと言わないでください。私も頑張るけど、ユイマール頑張ってね。わかりました。よし、頑張りましょう一緒に。はい。それでは、次に行きましょう。バイバイチャンス。はい。今回もですね、ラカタ鶴ヶ島店さんの店員さんが、はい、来てくださっております。それでは、水田さん、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、サッカーの方は。いや、ほとんど経験がないので頑張ります。一緒ですね。一緒です。でも練習した結果、水田さんが今のところ一番お上手です。今のところ負けてます。本番で頑張ろう。そうですね、はい、頑張ります。先攻か後攻まだ決まってないんですけど、はい、どちらがいいとかありますか。じゃんけん。じゃあ、ゲームある。はい、いいですか。お願いします。勝った方が先攻でお願いします。はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあミツさん先攻でお手柔らかにお願いします。はい、お願いします。はい、
ら。あれ？ついてない。ついてないよ。ついてない。ついてない。ついてない。いきますよ。いける。せーの。イエーイ！頑張った。そういうことで。ってことは？そういうことで。はい。ということで本日は無事にですね勝ち点6を獲得いたしました。次回はですね、はい、どのメンバーが出場するかは決まってはいないんですけれども、うん、ぜひぜひですね次回もお楽しみに。バイバーイ。